こんにちは。こんにちは。ルフ東京です。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日はですね、毎月、ルフ東京でやっておりますショールームでですね、やってるイベントなんですけれども、メンズレディースのインフルエンサーオーディション、今回1位になりましたソラさんに本日はお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、お願いします。はい、ということでですね、まずはですね、ソラさんの自己紹介を簡単に、はい、はい、お願いします。はじめまして、空と申します。よろしくお願いいたします。私は大阪出身でして、今は毎日ショールームの配信でしたり、あとはモデルとして、もう少ししたらランウェイに歩かせていただいたり、アパレルのモデルさんをさせていただいております。以前までお仕事で飛行機に乗っていたため、旅行ですとか食べること、食べ歩きとかが大好きです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、これからお話をしていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、私はお話がメインなんですけれども、はい、リスナーさんと結構距離が近くて、普段のもう毎日のお話ですとか、はい、あと趣味のお話ですとか、あと結構大阪出身っていうこともあって、はい、ちょっと私が喋りすぎてボケちゃったりとかそれにいつも突っ込んでいただいたりですとか、はい、すっごい楽しくて、なんか和気あいあいなルームで歌ったり喋ったりもしております、はい。してたので、はい、もう大学 もうカジュアルな感じとか、はい、ジャージとか、はい、スウェット、T シャツが多くて、はい、そっちが大好きだったんですけど、はい、社会人になって、はい、やっぱりそのいろんなとこに行くようになって、きれいめになりました、はい、きれいめオフィシャル、オフィスカジュアルが一番多いと思います。はい、好きな系統はどっちかというと、はい、なんかピチッとしたスタイルがよく見える、ちょっと肌出ししてるのが好きです。あ、はい、先ほどお洋服の撮影をした時に、はい、一番最後に着ていただいたやつですね、はい、黒の丈の短いやつ、グレーの、はい、ありましたけど、まあ、ああいう感じのが本当は、はい、着たい、はい、けど、はい、きれいめに合わせてます、はい、はい、もう断然オンライン派です。オンライン派ですか、はい、いろんなサイトさんあります。見ますね、ゾゾタウンも楽天も、はい、韓国の Q10さんとか、はい、はい、結構見ます。カジュアル系のアパレルさんのモデルをさせていただいた時とか、はい、あ、なんか自分にこういうのも合うんだなとか、こういうお洋服もいいなと思って、はい、だいぶ幅が広がって、はい、いろんな系統着るようになりました。あ、そうです、そうです、前職が客室乗務員です。いや、なんか喋ってる感じとかも、はい、結構声通るし、あ、なんかすごい聞き取りやすいなと思ってたんですよ。はい、今動画撮ってるから。あ、そういうことですか。そうです、そうです。もともと、はい、その CA で上京して、はい、そこからモデルになろうってなったのは何でなんですか。コロナちょっと過ぎて副業で配信とか始めて、でそこでイベントでモデルさんのイベントをさせていただいて、お洋服着させていただいたりとかが多くなって、はい、SNS もすごい頑張るようになって、それでやっぱり最初は飛行機だったんですけど、はい、こっちのお仕事もすごい楽しいなと思って、あ、だったらちょっと頑張ってみようと思って、はい、はい、仕事チェンジしてみました。どっちも全力で。あ、やってみて、はい、はい、いつも応援してくださってありがとうございます。こんな私ですが、これからも毎日毎日全力で駆け抜けたいと思いますので、何かちょっとへこたれてたら、厳しい言葉かけてくださったりですとか、これからも見守ってくださると嬉しいです。必ず活躍して皆さんに恩返しできるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、ということで、今回ソラさんに
させていただきました。はい、すいません、SNS の方はショールーム、Instagram、Twitter、TikTok の、リンクをですね、概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、ということで、今回はですね、ショールームのメンズレディースインフルエンサーオーディションからですね、小田さんに来ていただきました。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、また次回、来ていただいて、はい、はい、はい、思いますので、はい、お願いいたします。はい、はい、ということで、本日の動画は以上でございます。はい、もし動画が良ければ、高評価とチャンネル登録の方を、はい、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。